私は誇り高きゾナウ族にして魂の賢者、そしてゼルダの思いを知りあなたに合力する者。ミネル。やっと会えましたね、リンク。ありがとう。あなたのおかげでこうして秘跡を取り戻すことができました。本来であればあなたがプルアパッドを手にすると同時に私も目覚め、あのゴーレムに魂を宿して導くつもりが魔王の手先に乗っ取られ妨害されていたのです。それをあなたは自力で私までたどり着いてくれた。リンク、テオ。魂の賢者ミネルの名において力を授けましょう。さあ受け取ってください。私とあなたには深い縁が結ばれました。これからはあのゴーレムに魂を宿し、あなたの力となりましょう。うん、遥かな過去、神の末裔ゾナウ族は大いなる英知とともに天より地上へと降臨しました。神の遺産、持つ者の力を倍化させる秘宝、秘跡を携えて、私の弟ラウルはゾナウの術を持って民を導き、そこで出会った地上の娘ソニアと結ばれました。ラウルはソニアに一つの秘跡を送り、そして二人は大地に国を起こしました。ラウルが王、ソニアが王妃となった王国の名はハイラル。二人は多くの民と共に繁栄の礎を築いていったのです。しかし突如悲劇が訪れました。砂漠より現れた邪悪なる者、ゲルドの頭目ガノンドロフがソニアの命を奪い、彼女の秘跡を手に入れたのです。ガノンドロフは秘跡の力で人から魔王へと変貌を遂げ、あまたの魔物を生み出し世界を襲いました。ハイラル王国は襲い来る魔物たちと懸命に戦いましたが、邪悪な力に押され窮地に立たされていったのです。ラウルはその状況を打開すべく一つの策を講じました。力ある戦士たちに秘跡を託し、賢者となった彼らと魔王ガノンドロフを倒そうとしたのです。数で勝るラウルたちは魔王を打ち果たせるはずでした。しかし、魔王の力は想像をはるかに超えて膨れ上がっていました。
私はその猛攻の前に倒る。もはや我らに勝機はありませんでした。そしてラーグは、最後の手段を決意したのです。その慢心が命取りぞ、ガノンドロフ。道など持たぬ覚悟。ラール様。我にとっては万年も瞬きと同じ、何も変わらぬ。いや、悠久の先、貴様を撃つ者が必ず現れる。大魔の剣を持つ剣士リンク、この名を忘れるな。ではその剣もあなたと同じように時を超えてきたと。はい、元いた時代で私は見たのです。このマスターソードが砕けながらも魔王に傷を負わせたところを。我らの力がまるで通じなかったあの魔王に、うん、しかしその剣で何をしようというのです。マスターソードは聖なる力を満たし続けることでより強靭な剣として再生します。確かに再生と強化が可能なのであれば魔王に対する切り札になり得るかもしれない。しかし魔王に対抗できるほどの力を持たせるには長い長い時間が必要でしょう。それほど途方もない間聖なる力で満たし続けるなど一体どうやって。方法はあります。まさか。はい、あの術で私が。言ったはずです、あれは禁断の術、人を捨てるということだと。それをあなたは。ミネル様。も
人には戻れないのですよ。剣を手にした時確信したのです。私はこのために時を越えてきたのだと。私はマスターソードを復活させリンクに届けたい。わかりました。決意は固いようですね。こたびのことは我らゾナウのおごりが招いたも同然。私も残された命のすべてをあなたの言う勇者リンク殿にかけ最善を尽くしましょう。我が肉体が滅びようとも魂の続く限り。Thank you.
く。はっ。Yeah!
よう参られた、ハイラルの姫巫女、そしてマスターソードの主リンクよ。主の剣、万全に回復しておる。再びその手に収めるがよい。ありがとうございます、デクノキ様。礼には及ばぬ。わしは何もしておらぬよ。傷を負っても自ら回復を果たす剣、たとえどんなに深い傷でも時をかければ必ず。それだけではない。聖なる力を浴び、その力が強大であればあるほど剣の力もまた強くなるのだ。さすがは女神が作り保ったと謳われる伝説の剣よ。より強くなれる剣。マスターソード。
ク。リンク。あなたの剣、マスターソードは、魔王を滅する唯一の力。一度は魔王に敗れたけれど、長い眠りがこの深い傷を癒し、今度こそ魔王に打ち勝てるように。必ず新たな力を吹き込んでみせる。あなたは最後の希望。剣が未来のあなたに届きますように。できたけれど、リンク、このままではあなたでも勝てない。ゼルダ、私は君がこの世界に来たことに意味があると思っているよ。私にできることがある。いいえ、これは私。
私にしかできないこと。あの男を倒せる。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない。Thank you.